皆さんこんにちは。ワールドワイドにまたアニメで萌え萌え、水木ももかです。はーい、今日はですね、こちら以前視聴者様からいただいたガンダムを紹介しつつ作っていきたいと思います。まずこちら、はい、 RX78-2 ガンダムです。一番くじですね。はい、次はですね、こちら一番くじストライクガンダムになります。ちょっとね、クリアバージョンですね。かっこいい。作っていきたいと思います。そしてこちらはですね、みんな大好きザーク、ザークです。かっこいいですね。そして私が作りたかったこちら SD ガンダムのね、 RX78-2 ガンダムです。そしてそしてたくさんね、ありがとうございます。ユニコーンです。もうユニコーンはね、フォルムがもうすごく素晴らしい、かっこよすぎます。このユニコーンも作って、さらにこちらですね、まだちょっとね見たことがない、あのガンダムビルドファイターズトライになります。こちらもね、アニメを見てから作りたいと思います。たくさんねプレゼントありがとうございます。夜中にね、ちょっとこっそり作っちゃうのもあるかもしれません。ももはね、密かに作ってたりするのですよ。だけれども、できるだけ動画にもね、残していきたいと思います。それでは、本日はですね、こちら、ちょっと気になっている透明、ストライクガンダムを作っていきたいと思います。それでは、ももか、いきまーす。はい、皆さんこんにちは。視聴者様、ありがとうございます。今からね、ストライクガンダムを作っていきたいと思います。イエイ。まずは、袋から出していきます。ランナーは、1枚、2枚。説明書がありまして、3枚、入っていますね。透明なガンダム楽しみです。まずは、頭部から作っていきたいと思います。シードはね、先月見たばかりだから、ストライクにも思い出があります。作るのが楽しみ。透明だから、パーツがね、照明に当たって、光ってちょっと見づらいのですね。これも新しい発見です。だいぶね、ガンプラも作ってきたので、今回はサクサク進むかなーって。自分に期待してます。頭部はね、比較的サクサクいきますね。はい、シードは4部まであるんだけども、まだ1部しか見てなくて、今は2部のね、ディスティニーを見てます。個人的にはね、ピンクハローが大好きです。キラもね、アスランもね、大好きなんだけどね、見てるとちょっと辛くてね、友達同士で戦わなきゃいけないし、同じ戦った友もやられちゃうし、だからハローを見ているとね、安心します。それにピンクって可愛すぎます。今回ね、もじゃもじゃのゲートもね、少なくて作りやすいです。と言っても、いつもね、向きに悩まされますね。それにしても透明ランナー、綺麗。これね、いつもの癖で甘く締めてしまうんだけども、今回はきっちりとはめていきます。思い切ってね、はめます。頭部はパーツが細かいところもあるんだけど、だいたい顔の構図が分かっているから、サクサク組み立てれてね、楽しい。はい、頭部完成しました。次はボディです。透明のブルーパーツがね、これまたかっこいいのですよ。なぜ人は透明に惹かれてしまうのだろうか。真っ先に作りたいってね、もらった時にね、思いました。透明だってね、すごい綺麗。
ボディもサクサク進んでいます。サク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 、今回のボディはサクサクです。私の苦手な箇所はこれからなのでね、まずは頭部とボディはサクサクと行かせていただいております。アニメ見てると見てないではね、やっぱり違いますね。構造がわかるっていうのか、まあそれでもね、難しい時は難しいんだけどね。アニメ見てから作ると個人的にテンションが違います。なのでテンションが上がります。ボディ完成。はーい、ボディと頭ヘッドできました。ちょっと休憩。次は両腕です。腕は右と左をよく間違えてしまうんですね。気をつけたいと思います。腕の説明書は右と左とパーツがね、2つ書いてあるんだけど、同じ箇所のパーツがはまらなくて悩んでました。おバカさん、同じ箇所のパーツ、左右が違うだけなんだけどね、はまるわけがない。それに5分後気づきます。ガンプラいっぱい作ったのにね、初歩的な勘違いです。気づいてからは早いです。右左右左、今は右です。集中しないとね、すぐ間違えちゃうので。そして向きは大事です。透明ランナーはね、切るときに間違えそうになるんですよ。光にね、反射して。次は左です。一回作ってるからサクサクいけると思う。多分。おー、比較的私にしては早いんじゃないでしょうか。間違えた。取れないよ。間違えていなかった。にゃはは。そんなことも人生あるよね。なぜ間違えたと勘違いしたかというと、パーツがね、光って説明書とパーツの向きが違うって勘違いしてたの。でもよーく見ると間違えていなかった。両腕完成しました。次は今まで作ったのを合体させます。でもはめる前に作った両腕の手を作っていきます。手はね、親指を見ながら作らないと結構間違えます。過去にもね、左右間違えてつけてたからね。でも今回は大丈夫です。まずは右腕はめていきます。そして左腕の手を作ってはめていきたいと思います。この時ね、はめ込む時のパーツの位置を間違えてたので密かに直しました。そして両腕ね、手も含めて完成しました。左腕も完成です。次は腰部です。腰のところですね。
慎重に、慎重に、今回のね、透明のストライクガンダムは、作りやすいです。めちゃくちゃすごい、作りやすくて。まあでもね、相変わらず、向きにはね、いつも悩まされてしまいますが、向きさえ分かれば、もうこっちのもんです。はい。サクサク進んでいますね。腰部完成しました。次は、両足です。左右反対になってしまって、間違えてしまった。過去にね、そんな経験があります。なので慎重に、作ります。でも本当にね、作りやすいから、私みたいな、超初心者さんにも、おすすめです。いいなって思います。なぜならば、なぜならば、今回は、あまり悩んでいない。はい。悩んでいない。何回も言う。あまり悩んでいない。いいですね。サクサク進むの。楽しい。はい。足の下の部分、完成しましたので、膝上の部分を作っていきたいと思います。サクサクですね。サクサク、サクサク。まあこれでもね、うまい、慣れている方はもっと早くね、作れると思うんですけれども、私にしては早いんじゃないかなと思います。それでは、足の裏の部分も作っていきます。さっきね、シードの中ではピンクハロが好きって言ったんだけども、みんなはシードのどのキャラが好きなのかな？教えてくださいね。ここからは、両足が完成するのを眺めてみようかなと思います。じっくり眺めてみてください。眺めてくれてありがとうございます。パチ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 。それでは両足完成しました。ここからすべてのパーツをはめていきます。このはめ込むところがすごい好き。みんなもね、分かってくれると思う。このパツン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 ってはめ込むのがね、一番好きです。さあ、もうすぐね、完成します。完成です。はーい、完成しました。じゃじゃん、こんな感じです。ストライクガンダム、透明、めちゃかっこいい。はい、こんな感じです。どうですか？体が、ちょっと、変な方向に。はい。できました。これからね、武器を持たせていきたいと思います。ゴー。なぜだかビーニの球が余ってるなと思ってたら、肩ができてなかったです。はーい。本当の本当の完成です。肩忘れてました。肩もね、しっかりつけさせていただきました。そしてね、武器も持ちました。イエーイ！完成！
桃&サルリー。